番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。こんばんは、ステーション Q です。リゾートホテルを建てようとしている場所は神々の集う浜であり、島の精神文化の中心だと地元の住民らは法廷で訴えました。西表島のリゾート開発をめぐって全国から集まった原告団がホテルなどの建設差し止めを求めている裁判で、今日1回目の口頭弁論が開かれました。この裁判では西表島に建設中のリゾートホテルについて、島の住民だけでなく全国から集まった原告291人が貴重な自然や文化を愛する権利を侵害されたとして建設の差し止めを求めています。今日の弁論で原告団は多様な生き物が生息する自然環境の重要性を訴えたほか、西表島在住の石垣金星さんは島に伝わる民謡を歌いながらホテルの建設地が住民にとって聖地であることを説明しました。これに対して開発企業側は西表島の住民以外には原告としての資格がないとした上で、ホテルの建設によって自然が破壊されるとする主張は原告らの憶測に過ぎないと棄却するよう求めています。問題のリゾート開発をめぐっては開発許可の取り消しを求める行政訴訟も進められています。裁判後、県庁を訪れた原告団は今後開発を許可しないよう改めて要請しました。はい、この西表島のリゾート開発は竹富町が東京の不動産会社を誘致したものなんですが、先週町長がこの不動産会社から接待を受けていたと西表島の住民が町長を告発しました。去年11月に六本木で撮影された2枚の写真、ハリウッド映画並みの白いリムジンとスーツ姿の一団を収めた写真の中央で満面の笑みを浮かべる人物こそ竹富町の七根源町長です。そして周りを取り囲んでいるのはリゾート開発推進派の住民や町議員たち。はい、初めて見たのかな、すごい車。まあそれは初めてでしょう。乗るのも初めてだと思いますよ。はい、でこれはどちらで用意された車なのかね、ちょっと不思議に思いまして、はい、でこれがそこに駐車している車です。先週金曜日、リゾート開発に反対する伊藤正孝さんが八重山警察署を訪れ、開発業者に接待を受けた収賄罪の疑いがあると七根町長を告発しました。写真が撮影された日、町長らは開発業者の招待を受けて一緒に食事をしているのですが、およそ4500円の食事代を業者側が出したとすれば、リゾート開発の許可に便宜を図った見返り、つまり賄賂に当たるのではないかというのが告発の理由です。まあ、今後他の町民の方もこの写真を見ることになると思いますけど、まあ、今後皆さんがどのようにね判断されるか、この時の何が一体この時行われたのか、もう今後追及していきたいと思っています。伊藤さんは七根町長に直接真相を正しました。町長は食事の代金は後日業者側に支払ったとしていますが、いつ返したかについては明言を避けています。食事をいただいたが、いやいや、やっぱりそれはいけないと、本当方も考えるような、我々も同じ考えで、それで、それは多かれと少なかれと、やはり自分たちは自分たちで、それはちょっと、しゃべる。それはいつ返したんですか、そのお金はいつ返したんですか。いつあんなの覚えてるよ。はい、まあ、確かにはるばる東京までやってきた一行を食事に招待する業者の行為というのは人情的には理解もできますよ ね。 そうですね。ただリゾート開発に住民が反対している状況で開発許可の審査に影響力を持っている町長が接待に応じるというのは、はい、まあ、たとえ食事代を支払ったとしても認識が甘すぎるとしか言いようがありませんよね。はい、はい、では次です。普天間基地の代わりの施設について茂木沖縄担当大臣は、軍民共用空港の民間の部分も含めて防衛施設庁が事業の主体になることを発表しました。今朝閣議後の記者会見で茂木沖縄担当大臣は、防衛施設庁が事業主体となって民間区域も含めて代替施設全体を一体的に整備すると発表しました。
普天間代替施設について国は今年に入ってから軍民共用空港の民間の部分は県が事業主体となるよう打診していましたが、県民の理解を得られないと県が拒否していて、今日の茂木大臣の発表は県の頑なな姿勢に理解を示したことになります。今後は今月19日にも国と県名護市による代替施設建設協議会が開かれる予定で、国はその協議会で報告をした後、事実上の工事着工ともいえる環境アセスを本格的にスタートさせる見通しです。人権や環境などでさまざまな不平等さを持つ地位協定の改正案を今日沖縄弁護士会が発表しました。沖縄弁護士会では条項の削除や新設を含め人権擁護と環境問題に対する配慮など多様な観点から改正を求めています。特にアメリカ軍人軍属が起こした事件や事故の場合、原則として日本の法令を適用することが明記されていて、加害者は被害者が属する国の法律で裁かれるという国際法の理念に基づいて改正を訴えています。また環境問題についても1960年に締結された協定のため、それ以降世界的に問題となった環境面への配慮が一切ないとして、歴史的にも見直すべき時期であることを強調しています。地位協定に関しては日弁連や各都道府県の弁護士連合会などが意見書を提出していますが、具体的にすべての条項にわたる改正案を示したのは沖縄弁護士会が初めてです。那覇港管理組合が計画している国際コンテナターミナルへの参入を希望しているフィリピンのコンテナ会社が今日沖縄を訪れました。来年2月に予定されている公募を前に視察のため沖縄を訪れたのは、フィリピンのインターナショナルコンテナターミナルサービス社のエンリケ・ラソン社長とジェフリー・ペッグ副社長の2人です。2人は現地視察に先立って県庁を訪れて、我々はこのプロジェクトに大変興味を持っていて、現在真剣に検討中ですと稲嶺知事に挨拶しました。午後からは那覇港の国際コンテナターミナル地区で管理組合から説明を受け、実際の港湾業務にあたる担当者らとの協議に臨みました。管理組合は今年の夏、公募をアピールするためヨーロッパやアジア各地で8つのコンテナ会社を訪問しましたが、ICTS 社はその中の1社で、マニラ港でのコンテナ取扱量のうちの 65% のシェアがあるほか、ブラジルやポーランドでも事業を展開しています。公募は来年2月に行われ、決定は5月の予定です。コマーシャルの後は Q リポートです。私が選んだ住宅ローンは龍銀のがん保証特約付き。龍銀だけの安心の住宅ローン。家族と住もう。龍銀。ビジネスの舵取りをしっかりサポート。龍銀ビジネスローン順風満帆。担保第三者保証人不要。龍銀。あなたを振り向かせるためにできることは何だろう。想像力と行動力、トータルメディアプロデュースの近代美術。水曜と木曜は2日連続99円金セール開催。どこにでも行ける。だからここにいる。新しいミニカーの形、スバル R2 誕生。スバル。行け、流せ。先輩、逃がすな。待て。警察の面だよ。元気になっちゃったかも。攻めの一本。法外な利息で貸し付けをするいわゆる闇金融による被害をなくそうと、県や関係機関が初めての対策会議を開きました。この会議は今年7月に国会で設立した闇金融対策法が来月から全面施行されるのを前に開かれたもので、行政の担当者や被害者対策に取り組むボランティアなど13団体が出席しました。新しい法律が施行されると貸金業者の登録審査が厳しくなるほか、
夜間に電話をかけるなどの違法な取り立て行為に対する罰則が強化されます。会議では沖縄県が全国で最も貸金業者が集中していることや、県内でもここ数年闇金融の被害を訴える相談が増えていることなどが各団体から報告されました。県では法律の施行後も会議を継続して関係機関と情報を交換しながら被害を一件でもなくしていきたいと話しています。Qリポートです。1500万人、この数字は世界中で1年に貧しさのために亡くなる人の数で、その9割は小さな子どもたちです。そんなアジアの貧しい地域に住む人たちを支援している沖縄の団体があります。はい、NGO 沖縄チャイルドサポート、その代表を務める池間哲郎さんは、厳しい貧困の中で暮らすアジアの子どもたちの状況を沖縄の子どもたちにも知ってほしいと学校を回って講演を続けています。菊里記者のリポートです。先月末、首里中学校でアジアの貧困地域に暮らす子どもたちの現状を伝える講演会が開かれました。お母さんが貧しさか、このような年端もいかない子どももいます。この子なんか5歳ぐらいですね。どうか皆さん、この子どもたちの顔をよく見てください。耳、唇見てごらん。腫れ上がってるでしょ。耳なんかぐちゃって崩れてるよね、もうね。これなぜこういうことになるかというと、ネズミは耳たぶと唇からかじるの。この少年の顔を見てください。この子生きていけると思う？この子無理ですよ。今生き延びてることさえ不思議です。私は今、講師は NGO 沖縄チャイルドサポートの代表池間哲郎さん。親に捨てられネズミに耳や唇を噛みちぎられたマンホールで暮らす子ども、食べ物が買えずシンナーを吸って空腹を紛らわせる子ども、食べるものがないため家族のために売春をさせられることに気づきながら都会に売られていく少女たち、すべて池間さんがモンゴルやカンボジア、タイなどで出会った少年少女たちです。講演で池間さんは彼らの厳しい現実をできるだけ主観を入れず説明します。話を聞く子どもたち自身でこの現状を考えてほしいからです。そして池間さんは彼らのことを貧しいかわいそうな子どもたちという視点で捉えてほしくないと思っています。恵まれない国の恵まれない子どもたち、貧しい国のその視点はね、おかしいですよ。そうじゃなくて、生きるという面ではあの子どもたちの方が立派ですから、親を思う気持ちとかね、仲間を思う気持ちとか、それはもう本当に学ばないといかんですよ。池間さんは NGO 沖縄を立ち上げる前からアジアを回り、この12年間にモンゴルやカンボジア、ミャンマーなどに社会的弱者を保護する施設などを建設しています。活動を通して貧困の中にある子どもたちの生きる力や、同じ立場にある仲間や親を気遣う気持ちに何度も心を揺さぶられました。一生懸命に生きる子どもたちに出会った自分が、その姿を沖縄の子どもたちに伝えることも池間さんに突きつけられた課題のように感じています。いっぱいある中で足りないのがたくさんあるんです、沖縄の子どもはね。すると、何でもあるけども、恵まれてはいるけども、欲しいものがいっぱいあるから、自分たちは恵まれてない子どもだと感じてるんです。沖縄の子どもたちが生きるということに、生きる力、それは世界で一番弱い子どもたちだと僕は思ったんですよ。僕はですよ。これはそんな思いを抱えて講演に臨んだ池間さんに寄せられた各学校の子どもたちからのメッセージです。この地球のすべての人間が平等に幸せであるように、貧しい人をかわいそうだとどこかで見下していたのかもしれない、子どもたちが自分の甘えや人間の尊厳という課題に向き合う様子が綴られています。そんな子どもたちが自分にできる少しのこととして、去年の夏から水道が整備されていなかったカンボジアのプノンペンに井戸を設置する活動を始めました。井戸は7万円から10万円、沖縄の子どもたちが校内で募金を呼びかけて池間さんに託して建てられたもので、池間さんは井戸の一つ一つにその学校の名前を付けました。その数は80基に達しました。この井戸1基で100人の命を支えています。池
池間さんはこの井戸をあと20基設置するつもりです。懸命に生きること、そして一生懸命生きる人じゃないとね、命の尊さは分かりません。人の悲しみとか辛さも伝わってこないです。理解すること、少しだけ分けていただくこと、そして一生懸命生きること、この3つのことを心からお願いしております。一生懸命生きるっていうのが心に残ります。自分を大切にして、周りを大切にして、そういうふうに助け合って支え合って生きていきたい。以前にも池間さんたちのモンゴルでの活動をこの番組で紹介したことがありましたし、はい、先週も沖縄から東ティモールの支援に乗り出している方にこのスタジオでお話を伺ったんですけど、はい、大きな国際組織によらない沖縄の市民レベルの活動は確実に広がりを見せていますよね。そうですね。カンボジアでスラムから移住させられた住民らのために真っ先に小さな学校を建てたのが NGO 沖縄でした、はい、するとそれを核にしてイギリスやイタリアなど4カ国の団体が校舎を増築して立派な学校になったそうです。でもその第一歩を築いたのがこの沖縄の人たちだったというのは私たちの誇りですし、はい、またそこから学べるものってたくさんありそうですよね。はい、コマーシャルの後はニュースとお天気です。まごころこもった贈り物、優勝お歳暮には美味しい流食のお米をどうぞ。医療法人徳山会山川歯科は年中無休、平日は夜間9時までノンストップ診療、日曜祝祭日は夜間7時までノンストップ診療。お問い合わせは 890-3434 まで。医療法人徳山会山川歯科は年中無休、平日は夜間9時までノンストップ診療、日曜祝祭日は夜間7時までノンストップ診療。お問い合わせは 890-3434 まで。一人で飲むより飲むよりげんちゃん、げんちゃん、あ、やっぱり青森ジャンパ飲んでヒアルガヘイ、青森ジャンパ、青森ジャンパ飲んでヒアルガヘイ、楽しさ青森ジャンパ、青森ジャンパ。白魔宝石はなんと毎日がメーカー希望価格の 60% 以上割引、確かな品質で今日もこれからも割引は 60% 以上、新作も 60% 以上の割引でお待ちしています。永遠の輝き、白魔宝石。白魔宝石はなんと毎日がメーカー希望価格の 60% 以上割引、確かな品質で今日もこれからも割引は 60% 以上、新作も 60% 以上の割引でお待ちしています。永遠の輝き、白魔宝石。ガスター10、胃が痛い時や胸焼けの時思い出してください。ガスター10、胃の痛み胸焼けにスーッと効きます。ガスター10は使用上の注意をよく読み、用法用量を守って正しくお使いください。山の内、イスラム文化圏と沖縄の交流を目指してエジプトのカイロ大学と沖縄国際大学が今日学術交流協定を交わしました。エジプト人講師によるアラブ文化の授業やエジプトツアーを毎年実施している沖縄国際大学と日本文化や思想などを学ぶ学部があり、日本への関心が高いカイロ大学が相互に学生らの交換制度をスタートさせて、沖縄の歴史やイスラム文化、社会を学ぶ学術交流を行うことになり、今日協定書に調印しました。調印式では沖国大の浪平勲学長が、グローバルな時代に適応できる国際的に活躍する人材を育てていきたいと意義を語ると、カイロ大学のモハメッド・アナス副学長は、学生・教員の派遣や研修で沖縄とエジプトの距離が近くなると期待を寄せました。ではお天気コーナーです。まず雲の動きからご覧ください。
東シナ海には引き続き寒気に伴う雲が広がり、一部が沖縄地方にも流れ込んでいます。今夜は時折雲が広がるくらいで概ね晴れるでしょう。ただ空気が乾いていますので火の取り扱いにはご注意ください。明日朝9時の予想天気図です。沖縄地方は引き続き大陸から張り出す高気圧に覆われるでしょう。このため明日も大体晴れる見込みです。にわか雨の確率は少なそうです。特に強い風も吹くこともなく穏やかな一日となりそうです。各地の予報です。沖縄本島中南部北部久米島は晴れ時々曇りでしょう。大東島地方は晴れ、宮古島地方は晴れでお昼過ぎからは曇ってきそうです。石垣島地方は曇り時々晴れ、与那国島地方は曇りでしょう。東京、大阪、福岡はご覧の通りです。降水確率です。上の数字が午前6時から正午まで、下の数字が正午から午後6時までですが、県内では 0% から 20% の確率です。明日の予想最高気温と最低気温、明け方は14度から19度、日中は20度から23度が予想されています。風の予報です。向きはご覧のようになっています。7メートルから9メートルの風が吹くでしょう。変わって波の高さです。沖縄本島中南部北部久米島は2メートルのち 1.5 メートル、その他は2メートルの見込みです。現在県内全域に乾燥注意報が出ています。洗濯情報です。明日は石垣島はどんよりとした雲が多くて乾きにくいでしょう。一方那覇や久米島は空気が乾いていますので洗濯日和、宮古島もまずまずとなりそうです。おしまいに週間予報です。向こう1週間、期間の初めと終わり頃は高気圧に覆われて晴れますが、中頃は曇る日もありそうです。以上お天気でした。名前はクリエ、いつの間にか僕の毎日は君でいっぱいになった。出会ってキスしてサクッととろけた、ロッテクリエ新発売。この物語、去年の無念を晴らすのじゃ。なんか人数多くない？当たりが増えたら志願者も増えまして、年末ジャンボ3億円買いに行こう。19日まで。つい食べ過ぎてしまった脂肪を胃でたまらなくしたいなら、脂肪消化パワーがよく効きます。新三共胃腸薬ブルー、人生おいしくドリンクも三共。あ、いただきます。お茶漬けは長谷へ。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうを送ります。うまさが冴える新鮮ギフト、お歳暮はオリオンビール。オリオン発泡酒めくって当てようキャンペーン。シールをめくって外れても応募券集めて1万円ゲット。オリオン発泡酒についてるシールをめくって当てよう。詳しくは店頭で。ではおしまいに明日の予定をお伝えします。12月定例県議会の最終本会議が明日10時から開かれます。子どもたちにお米作りを体験させて生産する喜びを味わおうという小学生の稲刈り体験学習が沖縄市で行われます。安全で安心な町づくりを目指す美ら産運動推進県民大会が県立武道館で行われます。鬼人手からサンゴを守ろうと QAB が呼びかけている美ら島募金、今日午後6時現在で2万7905件の善意の電話がありました。ご協力ありがとうございました。ありがとうございます。それでは今日はこの辺で、また明日のこの時間にお会いしましょう。さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。風によく効いていきます。うん、いい天気よ。まあまあ、効いたよね。早めのパブロン。大正製薬です。あー、オーストラリアのオージーセレクト、オーストラリアとは全然関係ない。犬わしかゴンタが食べる。ゴンタのオージーセレクト、サンライズ。
ホテルモーリアクラシックでは、冬の素敵なウェディングウィンタープランを好評受付中です。お気軽にお申し付けください。モーリアクラシック、オリオン発泡酒めくって当てようキャンペーン。シールをめくって、ゲット、外れても応募券集めて1万円ゲット。オリオン発泡酒についてるシールをめくって当てよう。詳しくは店頭で。オリオンください。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうを贈ります。うまさが冴える新鮮ギフト、お歳暮はオリオンビール。伊賀家具創業50周年記念、超売り尽くし。2003年の締めくくり、店内全商品がなんと売り尽くし超特価。今年の締めはズバリ伊賀家具へ。本を売るならブックオフ。本格韓国料理高麗園ハンビータウン南。新鮮で安い、新しくなったメキコナハ店炭火焼き新登場。Doing. 行こう。ダイレクト。まっすぐに。ダイナミック。大胆に。Dから始まる。Dの力。専修学校。大学。学生募集。沖縄伊藤園の提供でお送りします。君がくれる優しい時間。なぜこんなに早く過ぎてしまうの。かっこいいじゃん、撮りましょう。ゆっくり育んでいるよ。本当は少しも進んでいないのだな。ちょっとつけ、ね、静かに横で眠る君の横に、No、そっと唇を乗せてみる。 Oh my heart、 伝えたい思いも今は。一緒じゃ足りないよ。ねえねえ、ほら、私の方が上手くない？しまい。沖縄伊藤園の三品花茶、花言葉は、はあ、こら、あがら。買うときはお茶屋さんのと決めてます。沖縄伊藤園の三品花茶、花言葉は、はあ、沖縄伊藤園の提供でお送りしました。温泉いいよな。カーリン、カカリンカ、トヨタレンタカー、ナビまでついて新価格、ますますお得な。カリンカーレンタカー、トヨタレンタリース。カリンカ、トヨタレンタリース。山城時計店クリスマスセール、きらめくジュエリー。今までで一番素敵なクリスマスに、新作ジュエリーを多数取り揃え、スペシャルプライスでご奉仕いたします。山城時計店クリスマスセール開催中。光と風のきらめきを受けて、祝福の時が始まる。その日、テラスは2人だけのために。テラスウェディング、ザ・那覇テラス。おばあぬーそーが、おじいんかいウートを取るそうんど。おじいウートと赤身の家具で作っているウート男子、おじいとゆんたくるそうんで。やさ